はい、こちらね、先ほどから紹介させていただいている、私がね、難波小田ロード周辺で買ってきたね、20円のワゴンセールの時に、たくさん買った商品なんですけど、そちらの方ね、ジャンルでね、分けて、紹介していきたいなと思いまして、紹介していってます。今回はね、こちら、ワンピースのこういうちっちゃいやつのね、ストラップ系の紹介をさせていただきます。先ほどね、こちらの方は紹介させていただいたんですけど、ちょっとこう避けますね。だんだん狭まってきちゃってるんで。このお店ね、ほんと安いんですよ。ただね、もうおそらくこのお店はね、もうこういうのはしないって言ってました。お客さんのね、客寄せでやってただけで、やっぱりね、こればっかしが売れちゃうんですって。そうでしょうね。未開封の状態で、これはね、安いんですよ。ほんでこういうことばっかしするとね、わかるでしょ？スーパーと一緒ですね。こういうものしか買わなくなっちゃうんですよ。で、この子ね、未開封なんですけど、これもね、オークションでヤフオクで見ましたら、競り落としがね、この未開封の状態でこの女の子のキャラクターは、80円でした。で、続きまして、こちらのね、キッチキチなんですよ。よう入ったな、これ。ちょっと待ってくださいね。これワンピースでやってると思うんですけど。ごめんなさい、これね、ワンピースでやってるはずなんですけど、なんかね、ストラップ系っていうやつの、検索したら出てきたんですけどね。こちらは同じようにね、これ未開封の状態なんですけど、私これ20円で買ったじゃないですか。ほんで、オークションとかの競り落としで見たら、こちらはね、この状態で50円でした。ちょっとね、ワンピースっていうのは、物によったらね、いいお値段出てるんですけど、やっぱ数が多いだけにね、ガンダムと一緒ですね。そんなにね、強くはないんですよ。どういったらいいんですかね。劇場版限定とかね。そういう特殊なやつは、まあまあなお値段が出てるんですけど、ガチャガチャとか、そういうね、ありふれてるやつは、そんなにお値段つかないですね。うん。ただ、私が今回買った20円に対してだったらね、お買い得なんですけど、これをね、どっかの中古ショップで、未開封の状態でも100円とかね、200円で買うと、お小遣い稼ぎにはならないですね。うん。まあ、あとはね、自分の個人の趣味、ワンピース好きだから、これを買うっていうんだったら全然ね、安いです。で、こちらね。これもね、ワンピースのはず。ワンピースのはずですね。で、こちらのキャラクターも、私が20円で買って、こういうね、剥き出しになってる状態、こちらもね、50円でした。オークションでね。うん。で、こちらと、またね、このちょっとね、汚いんで、このビニールね。あくまでさっきから言ってるように、このお店に文句言ってるわけじゃないんですよ。20円だから当然なんですよ。でもね、ちょっとあまりにもね。あとこちらですね。これもワンピースですね。でこれも、開封された後だったら、平均ね。ま、これも見えてるからいいですね。こちらの子ね。これ、ビニールから出された状態だったら、これもね、50円でした。単体でね。うん。で、こちらの方と、ちょっと待ってください。合ってると思うんですけど、ね。あ、合ってますね。はい。で、こちらの女の子。こちらの女の子もね、こういう状態で袋に入ってるんですけど、これね、出されてるんですけど、この出されてる状態でこれもね、60円でした。で、これね、これだけね、ちょこっとね、ええお値段しました。これね、ちょっと密集して入ってるんで。ねえ、ちいちゃん、また後でね。あとで、僕がね、この、YouTube 頑張るとね、うちの猫のシマちゃんがね、ご機嫌斜めなんですよ。よう入れましたね。見てください。さっきにもね、いくつ買ったと思うんですけど、みっちみちなんですよ。ほら。これ引っかかるんですよ。ほんでね、これはね、まあまあなお値段ついてました。この状態で、未開封の状態で、これイソップやと思うんですけどね。イソップとね、違うこのキャラクターがついて、これね、150円でした。ま、あくまで全部ね、僕が言ってる、こ
こちらすべて、ほんで、あちらの方もそうなんですけど、今まで言ってるのは、あくまでね、毎回耳たこのこと言うんですけど、すべてオークションの一例ね、もし、僕の動画を見ていただいて、あ、同じような感じでね、お値段で、同じようなね、商品があって、こんな値段になるのかなと思ってもね、一例であって、必ずなるわけではないし、逆にね、僕が言ってる時、値段よりも上がる時もあります。あくまでね、参考にしてくださいね。と、もう一つね、毎回で言ってる、これも耳たこなんですけど、これよりね、古いから言って、そういう一例もね、一回もない時もあれば、その50円になろうが100円になろうがね、一回もオークションでもう競り落とされない、お金に換えるね、価値がないっていうか、もうそういうね、オークションではみんな用がないっていうような商品もありますし、やっぱりね、あくまで一例があるないっていうのはね、あるのはやっぱちょっと違うんで、まあそんな感じなんですけどね、まあこちらの方、今回ね、このちっちゃいストラップ、これね、1,2,3,4,5 これ6つ、僕が6つで1個20円で、120円じゃないですか。これをオークションで出すと、5,5,25,20 まあ、約ね、300円から400円になります。全然ね、これはお買い得商品となっております。はい、またね、こんな感じで、私がね、ナンバーオタロードで、こんな感じのね、商品があって、こんなお値段であったんですよとかね、あとはみんなもね、どっかでこう、ナンバーオタロードに行けない人でもね、なんかこう、どっかの安いフィギュア屋さんに行ったらね、あ、これって、例えば言ったらですよ、これをもしね、どっかの商品でこれが200円だったとしました。その200円の基準って安いんかな、それともね、他の店に対して、高いとは言わんけど、なんかこう、すぐ買って、パッと買うようなお値段じゃないかな。あ、あの人の動画見たら20円で売ってたんだ。まあ、確かにね、20円はちょっと安すぎるんですけど、あ、そんな値段でも売ってるんだ、とかね、そういう感じのね、参考にしていただいたらなっていう動画にしていきたいと思いますので、私のね、動画の内容がね、いいと思ってくださった方、だいぶね、低レベルで、編集もないね、努力もない動画なんで、動画の後にはね、ぜひとは言ってるんですけど、毎回ね、ドアつかましいっていうのは分かってるんで、コメントだけでも結構です。でね、気に入っていただいたら、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。